夜中にですね、目が覚めてしまいまして、タバコが吸えないので、車の中に戻ってきております。今時間はですね、3時20分。すごい変な時間に目が覚めた。よっしゃ。誰も歩いてないですね、さすがに3時半。スキヤがね、24時間営業してたんで、お腹が空いたからスキヤでご飯でも食べようかな。いや、夜中の散歩ってのもいいですね。チェックアウトお願いしたいんですけど、はい、はい、ありがとうございました。さあ、これで今度は岡山県に向かって出発です。スケーターの皆さんありがとうございました。本当に左方向です。じゃあ失礼します。ありがとうございました。右方向です。はい、あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうも、すっかりご無沙汰してます。バスレンドなんですけど、あっちは一番雨降るよみたいな。なんか群幕って聞いてて、はい、前会った時群幕でしたよね。ですね、あの時ボーランドルームなんだ。全然人いなかったんですよ、はい、ここ1、2年ですごい増えたって。やっぱいろんなところがそうですよね。僕行ってたところもすごい増えましたもんね。これちなみにネイチャーハイクの何でしたっけ、ツーリング、クラウドツアラー。クラウドツアラー、はい、クラウドツアラー2。雨降るときには僕これで行ってます、ね。へえ。これが寝床ですね。寝床です。ここ実はすごい歴史のある環境で、はい、まあ、前の東京オリンピックの時にここの開拓を始めて、はいはい、そうなんですか。開墾してキャンプ場。あれ何年とかそんな時代ですよね。ですです。今の管理人さんたちのお父さん世代が開拓を始めたらしいんです。あ、そうなんですか。
で、僕がこのキャンプ場を使い始めて今30年ぐらいなんで。ああ。そうなんですか。僕も小6からずっとキャンプやってるんですけど、初めて使ったのが多分ね、中1の時に校外学習で下からいろいろ持って上がってきて、ここでみんなでデイキャンプ的なやつをここでやったのが最初です、ね。ああ、なるほど。僕も小学校の時、あのキャンプ場で一泊しましたよ。はいはい、林間学校じゃないけど、ね、ね、ありますよね、小学校の時。はい、じゃあ早くもダメな大人になりますか。なっちゃいましょうか。ここ夏とかはどうなんですか。涼しい感じですか。やっぱ暑いですか。夏はもう来ないですね。ああ、そっかそっかそっか。夏はね、来ないですね。あ、人が多いし、蚊がすごいんで、ここ。ああ、まあ水辺ですね。そうなんですよ。じゃあ、はい、じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。カレー食おう思って、ちょっと僕もあのうどんから行こうと思って。あ、すごい時間になって、すき家の牛丼あげてたんですよ、ね。3時過ぎぐらいだったんですね。あ、そうなんですか。あれ、え、それで、なんかその時間から出発してんのかなと思ってたんですよ。いやいやいや、2時半ぐらいに目が覚めて、あ、お腹空いたって言って目覚めて、食べてまた寝たってことですか。そうですね、5時ぐらいにまた寝て、7時に起きて準備してみたいな。つらいつらい。そういえば全然関係ないですけど、今日俺大阪で迷いましたよ。あの高速乗ってて、なんか吹田方面となんとか方面みたいな感じで、うん、環状線のところですかね。ですか、なんかね、3車線あって、左側にいれば途中でまあ左に大体降りていくじゃないですか、はいはい、だからまあ左にいればいいやと思ったら、うん、あの左右に分かれる道で左に行っちゃダメなあれだったんですよ、はい。何にせよもう、めっちゃ遠くでももうほんまに乗りたくないぐらいのありますね。なんかすっごいでっかい掲示板が出てきた時にすげえビビりますもんね。やべえって。あの、大阪で向こう行って右回りとか左回りとかあるじゃないですか。あ、そう、あれが意味がわかんないですよね。あれでも、はいはい、同じとこ着くのにね。ぐるぐるするんでしょ、ね。はい、この湾岸線とかも、こう、阪神高速もこう湾岸線とかってあるんですよ。あ、ありますね。だからそこ一回降りて、乗り継ぎみたいなところとか、そうそう、降りてね、あの1キロぐらい走って、また一般道を走って、ほんでそのままこう合流、そうの、また乗ってみたいな。繋がってないってことですね。繋げればいいんだ。俺、あの何がともあれっていう漫画すげえ読んでたんで、感情とか走ってみたいですけど、ね、車のやつ、ね、やつ、もうめんどくさいんで。おお、すげえ一発だ。邪道ですよ、この付け方は。いや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 、僕なんか毎回文化タクシーですから、ね、でも僕も似たようなもんですよ、これ。ファットウッドに着火して、あとホースですからね。ファットウッドお前もらったから持ってるんですけどね、はいはい、なんかもったいないくないですか。確かにもったいないんですよ。持ってたら持ってたらでもったいないんですよね。いや、しかしこのデイツかっこいいな。金色なんて、なんかこんなん見たことないですよね。俺も金色見たことない気がするんだけど。僕も結構狙いすまして買ったんですよね。あ、これはすぐ売り切れるでしょうね。すげえ、我がチャンネルに久しぶりに焚き火が出て。いや、最近マジで時間なくて、なかなかそうキャンプに行けてないんですよ。で、お時間はなんか最近、サーさんがすげえ張り切って3回連続ぐらいでやったんですけど。いや、でも佐田さんの購買力すごいですよね。まあ、なんか毎回なんかすごいなんか新しいの買ってますよね。あのオムニストーブとか、うんうん、あれでチャーハン作ったらめっちゃ良かったですけどね。あ、この間あの横沢鉄板とあの、はい、親父キャンプ飯の中華鍋、はいはい、あの甘加減出てたやつ買ったんですよ。はいはいはい、届き待ちなんですけど、はいはい、あれキャンプで焚き火でガンガン中華鍋振ろうかなとか思って。キャンプと中華鍋いいっすね。あ、いいっすね。ねえ、なんかユニフレームでこうソロ用の中華鍋あるじゃないですか。あ、ね、うん、あ、そんなのあるんですよ。ソロ用のちっちゃいこれぐらいのやつあるんですよ。めっちゃ欲しいですね。スケーターの人がそのフライパンとかのずっとやってた人がいますけど、はい、何十年も、うん、そこにもなんかそういうのやってくれって言いたいんですよね。なんかかっこいいやつで。なんですよね。うん、で中華鍋って何がいいって、あの洗うのめっちゃ楽じゃないですか。そうですね、あれがいいですよね。お湯でバーってね。ねえ、中華鍋とかやっぱ需要ありますかね。あると思いますよ。だって、すよ、僕も欲しいですもん、だって。あ、マジですか。僕が買ったその親父キャンプ飯とのコラボのやつは、うん、開始1時間で完売したんですよ。あ、そうなんですか。うん、需要ありそうですね。需要はありそうな気はしますよ。あんまりでっかいのとかじゃなしに。そうですね。でっか、はい、でっかいと今度またね、邪魔すぎますもんね。うん、笠木とかやっぱ相変わらず人が多い。多いみたいですね。あ、多いですか。行く気にならんぐらいですね。
一時スカートがあるテントを買おうとしたんですよ、はい、で、あの一酸化炭素中毒チェッカーみたいなのあるじゃないですか、はいはい、あれつけときゃ大丈夫だろうと思ったんですけど、うん、その一酸化炭素中毒チェッカーが中国製とかだからあんまり信用できないかなと思って、うん、確かに確かに分かりますね、なんかありますよね、信用できないですね、うん、だからそこに命を預けてもいいんかなと思って、うん、なぜか日本のメーカーって出してないですよね、きっと、うん、なんか、ね、出してんですか、丸いやつって、まあ、中国製で、はい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 、僕最初あれ使ってたんですけど、うん、怖くなったので、はい、DOD のやつ買い直しました。 DOD の高いですけど、うん、1万円ぐらいしますよね、うん、ああでもそっちの方がやっぱ信頼性は、うんうん、ただでもいろいろ調べていったら触媒が2年ぐらいでダメになるらしいんですよ。あだから買い直さないといけないらしいですよ。あそうなんですか、うん、あのチェッカー自体をチェッカーの触媒がダメになるらしいんですよ、うん、消耗品だからあれはって言ってましたね。まさか DOD であるのか。ただ今シーズンは DOD のやつをずっと売り切れでしたね。あそうなんですか、うん、最近だったら DOD の製品ってもう入ってこないじゃないですか量が少ない上に高いですよね、うん、なんか最近すごい高いすごい買いやすいメーカーですごい好きだったんですけどね。そうそう、うん、すげえなんか自分を撮ろうとしたら怖い話とか始めそうな感じになって顔に照明当たってないですもんね。当たってないです。今日はあのこっち来るときにあの BGM として稲川淳二の生き人形っていう怖い話を流してたんですあ知ってます、知ってます、最近ライブ配信やったんですよ稲川淳二が。稲川淳二がその生き人形の話をして、うん、あれもまた進展があったらしくて、そうですか、今年の秋ぐらいのツアーに話すらしいんですけどね。昔だって夜中にプロモの番組とかありましたもんね、はいはい、プロモばっかり流す番組とか、うん、ありましたね、うんうん、あと昔ラジオがすごい面白かった。いやそうですね、コンポがあってコンポで絶対ラジオつけてたもんな。コンポ懐かしいあのこのプラスチックのこんなんがこんなんに線がついてみたいな。分かります分かります。コンポなんか今売ってるんですかね。いやーゲームとかなんか一時あれですね、 CD が4枚ぐらい入るやつとかありましたね。ありましたね、ねえ、はい、懐かしいな。でも今あったとしてもあれでしょうね、 CD コンポであって、うん、CD-MD コンポは売ってないですよね。あ、MD じゃないですね、ねMD 一瞬でしたね。 MD ほんま一瞬だったんですよね、うん、あっちの方が優れてた気がするんだけど、便利やったんですけどね。僕大学の時はもうほんま MD で、ね、MD とかね別に傷入んないから、しかもちっちゃいですしね、うんうん、そうだった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 。カセット、僕あの時はもう子供の時はもうカセットからやったんで、カセットもこの、 あのプラスチックのケースの中に紙のが入ってて、そうですね、入ってました、インデックス書いてましたね、入ってました、入ってました。自分の金で初めて買ったパソコンってソーテックの、ソーテック買った懐かしい、ソーテックの今ないですよね。 今ね音響と一緒になってる。あ、そうですか。 ソーテックとアイマックのパクリをソーテックが出して、あのスケルトンのやつですか。そうそう、 あれを僕買ったんですよ一番最初に。なるほど。あの時ってまだダイヤルアップとか、ダイヤルアップでしたね。ダイヤルアップでしたね。これ手放題とかあった時の、うん、懐かしい昔麻雀といえばトンプーソーですよね。トンプーソーあったやってた俺その頃やってましたよ、トンプーソー。その麻雀ってトンプーソーです。あのシーマンさんに相談というかお願いというか、はいはいはい、一つあるんですけど。あ、なんですか、なんですか。あの神戸にキャンプカフェ作った人がおるんですよ。この2月にオープンしたんですけど、はいはいはい、知り合いを通じてなんか YouTube で紹介してくれって僕言われてるんですよ。ほうほうほう。もしなんかシーマンさんがもし神戸とかそっちの方に来る時とかあったら、はい、なんかちょっとそこの店をなんか紹介みたいな、ほう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 、なんかそんなんとかしてもらわれへんかなと。ああ、いやもう行く時あれば全然、うん、好きな人好きそうですけど、うん、でそれキャンプ行かなくてもそのキャンプ気分で行けるわけですよ。なんか喫茶店とかその食べるところの横にテントとかこう立てて多分そこでも食べたりできると思うんですよ。こういうのが流行ってるのをみんな知ってるけど、はいはいはい、実際に味わったことある人ってそんなにたくさんはやっぱりいないじゃないですか、うん、ああそうですね、流行ってるとはいえ、うん、なんか俺のその幼稚園のママ友みたいなとかでもやっぱり興味あるけどやったことなくて、うん、でそのなんかやっぱハードル高そうに見えるんですって、うんうん、なんか別にそんな道具とかもいらないと思うんですけど、うん、やっぱなんかハードル高いからなんか一緒に行ってくれとかって言われたりとかしますもんね。やってみようっていう思ってもそこからね乗り越えれないですもんね。なんか一歩が出ないんですよね、うん、レジャーのキャンプ、レジャーの時のキャンプって全然違うかったじゃないですか、うん、違いますね、確かに。ほんまにもう行ってテント立ててみんなでこう、うん、バーベキューをしてで寝る、はい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 、だけやったのがこうなんかをこうやってちょっと雰囲気を楽しんだりとか、はいはいはい、なんかね、そういう焚き火を楽しんだりとか、ね、レジャーのキャンプからのね趣味のキャンプとは違いますもんね。確かに違いますね、違います、うん、
多分思い描いてるのはレジャーのキャンプだと思うんで、うん、多分おそらくそうだと思います、うんうんうん、焚き火の前でずっと黙ってこう火をくべてるとかっていうイメージじゃないですよね、うん、きっと、うんうん、少人数でしっぽりとって感じじゃないですもんね、うん、ちょっと夜寒かったですね。寒かったですね、結構寒かったですね、はい、これ窓半分ぐらい開けてたからそうですよね、あれ開けたんじゃないですか朝。いやいやいや、もう夜ずっと開けました。そうですね、よく寝れましたね、逆に。チケット買った時にスケーターっていう会社知らなくて、スケーターどこだよみたいな感じだったんですけど、うん、家の中でそのうちの奥さんに聞いたらスケーター知ってるよみたいな話になって、そうなんや。そういうなんか提供品とかじゃなしに自分で買って、自分で買ったやつです。あ、これめっちゃええと思って紹介したら、そうですそうです、まあいっぱい売れて耳に行ったってことですね。そうですね、なんか調べたんですよね、なんで売れたか。まあでもあの当時ってまだね、その取っ手外せるスケレットってあんまなかった、ね、なかったですよね、うん。ちょっとじゃあ行ってみます。行きましょう。はい、行きましょう。夢見て騒動、俺らついてったらいいですかね。大丈夫です。あ、わかりました。セーバーガー気になるな。朝食べてないんじゃないですか。朝食べてないです。はい、鶏肉なんですかね。まあ絶対これモーニングとか好きな人いるでしょうね。あー、モーニングだな。チーズとうまそうですね。はい。はい。ありがとうございます。ああ、当然いただきます。食あるかな。うん、しっかり噛んでみたよ。うん、私もおにぎり好きだけど、うん、おにぎりのまま飲みするかな。あー、おにぎり合いそうっすね。真っ白いご飯にパラパラっていってもいい。うん、俺買ってこう、どれにしようかな。絶対おすすめしたあります。で、子供さんが一番大好きなの、うん、あー、これ、ここのこのセット。あー、ありがとうございます。これ、これは3種類入ってます。あ、3種類、はい。これはここだけで売ってるんですか。あの、どちらから来られてる。僕、山口県です。あー、それはこれいいな。チラシが入ってるっけね。あー、あ、それを見てもらうと。わかりました。連絡が取れます。ちょっとありがとうございました。はい、気をつけて。はい、いやー、匠の魔術にやられましたね。いや、でも面白いですね、ここ。見たことないもの結構ある。あー、これだ、出た。夢見てソウロ、すげー、パストラミポーク普通に美味しそう。500円引き。これうちの娘とか大好きですよ、ベーコン。だこの色がもうちょっと違いますもんね。うまそうな、なんかうまそうな色してますよね。これ、これとか普通に焼いたらめっちゃうまそうじゃないですか。うまいっすよ、これ。豚串、何これ、うまそう。え、めっちゃうまい。絶対うまいやつでしょ、これ。今度子供とか連れてきたいですね。うん、これがピザだ。よし、決めた、ピザ買おう。さっきのハンバーガーも気になるんですよね。ちょっとじゃあ夢見て早漏まず買いますわ、俺。すいません、あのピザって頼んだら結構時間かかります。1枚が10分ほど。あ、10分ぐらい。あ、わかりました。僕じゃあプロシュットの小盛りをいただいていいですか。はい。この店構えからするとピザ売ってる感じが全然しないですもんね。ねえ、うどん屋ですけどね。今日僕山口県からなんですよ。はい、
ました。映えるやつ。あ、こちらマルゲリータ、野菜とベーコンの。おお、うまい。ここはでもなんかすげえ人気なのがよくわかる感じですね。リュウさん、ピザちょっと食ってみないですか。具が落ちちゃうんで、なんか拾ってからやってください。なんか行きました。うまい、美味しい。うん、本格的ですよね。いや、見た目からして美味しそうだったけど、ほんまに美味しかったです。フォローしに行ったぐらいですもんね。フォローしに行きました。マジでここの道の駅また来ますわ。すごい美味しかった。美味しかったし面白い。次はバーガーって。次バーガー、いやでも言ってもピザ食いそうな気がする。ごちそうさまでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。美味しかったです。ありがとうございます。じゃあちょっと、はい、いきます。はい。ありがとうございました。はい、お世話になりました。はい、また一緒にやりましょう。はい、まだやりたい。ぜひ、はい、またやりますんで。ありがとうございました。ありがとうございます。